皆さんこんばんはでは日本語のニュースでございます法人民主典でのベトナム防疫産業連盟はロムラショーの工業団地管理協会として連携をして工場への人工知能応用難点の箇所を通するデジタル変革セミナーを開催しました工人知能とビッグデーターは企業によって注目されておらず その可能性を最大限に活用されていません。これは、外装する必要あるボートルニックレット。 ローセミナーで生産やビジネスにおける IA 活動に取り組むときのボトルネックに加え、スマートファクトリー形成に向けた解決策やロールマップの模索は専門家によって分析されており、世界ではなく多くのベトナム近年での実践からの統合された経験とともに休憩しました。そのうちでローセミナーはデジタル変革プロセスを加速し、 ベトナム全土におけるビジネスコミュニティ向けのハイテックアプリケーションによるグローバルバリューチェネの参加をサポートすることを目的として、VCCI ホーチミンが主催する一連のガッツロのヒートツーでもあります。専門家によりまとさらなる金利引き下げ余地には十分可能がありますが、若さアチュニを受けるほか。 多くではなく、企業の多面的な援助に向けて連携する必要があるということで貸出金利引き下げについては、人々や企業がより大胆に借り入れをする可能性があります さらに、産業の困難を取り除くことに向ける解決策に関する政府からの抜本的に指令した上で約30の銀行は過去2ヶ月間で預金金利を調整しています。一方、信用猶予を刺激することに向ける金利引き下げに加えて流出についても企業を支援する一義があります。 また、内州への刺激し、生産を拡大し、老老者向けの消費者金融を促進すると見られています。ベトナム三等級会は、市場を安定させるために、参加する会員に文書を送りました。ベトナム三島球界は、 自らの権利と消費者の権利を守るに向けて、市場の安定化と現在のサート科学の医師に参加し、創院の買いめや価学押し上げ行為をしたり、炎上したりしないことを会に勧告してます。守らない場合には老朽会が再発防止策を作成します。 第9会も商工省が輸入サー関税割合の入札に関する規制を調整し入札形式を無効するに向けてつながる行為を防止し提案された入札結果が急速入札法に準拠放送することを提案しました日本の岸田文雄首相は価格高騰を受けて10月以降電気ガス流金の 補送金を支援すると述べました。経産産業省の発表によりまと、今週8月28日時点で、レキュラーガソリンの全国平均価格は1リットあたり185.6円で過去最高値となり、15週連続の上昇だと発表しました。7月のコは消費者、 物価指数の上昇率は3.1%に達し、金融が家計の高速分担を引き続き押し上げているうちに、日本銀行が掲げる物価安定目標の2%は16ヶ月間連続で上回っています。政府が2022年年初に始まったガソリン補送金の開始時代が 6月から放送率を段階的に縮小してきました。北朝鮮は8月31日、韓米国による先制ガク劇を移動したゴール運輸出室に対応し、韓国国内を相当した戦術各国攻撃寸争を実施したと発表しました。国営の朝鮮中央通信が伝えました。 北朝鮮は8月31日、韓米国による先制・学打撃機を移動した合同軍事演習に対応し、韓国国内の重要な司令部と作戦・非構造の総楼化を想定した戦術・核攻撃訓練の実施したと発表しました。国営の朝鮮中央通信が伝えました。朝鮮人民軍総参謀部は 攻めでミサイル部隊が弾道ミサイル2発を発射し、核攻撃の任務を正確に遂行したと表明しまった。韓国軍の合同参謀本部によりまと、北朝鮮は30日深夜、ビューヤン銀行の水安から短距離弾道ミサイル2発を発射した。この訓練は韓国と米国が 十一日間の合労訓練演習を終了する前日に行われましたご静聴ありがとうございました